はい、皆さんこんにちは。今日は末にという表現について勉強しましょう。この末にの前は動詞の多形または名詞の末に、この形になります。この発音はですね、末と呼んでください。末ですね。もちろんこれ、例えばこういうね、こういう言葉だったらこれ月末と読みますけど、この文型の時はこれ訓読みで末と呼んでください、ね、末は音読みですよね。はい、末に B で、この2はね省略されることもあります。そうですから、動詞多形末 B、 こういう形もあります。また名詞が接続する時は、ね、末の何々と、ね、のがつきます。はい、で意味はいろいろ A した後、またはね長期間長い時間 A した後、結局 B、 このような形になりますね。ですから何かここに何かいろいろなことがあって、ね、ここがいろいろ A のことがいろいろあって、その後最後ですね、結果はですね、結果は、B ですよ、ね、こういう結果になりましたと、ね、結果は B になりました、最後に B という結果になりました。こういう時にこの、末にという表現を使います。ですからちょっと気をつけてほしいのは、この A の部分が1回だけの短い動作、ね、そういう時にはこの末にを使うとおかしいです。いろいろあって最後に B、ね、長い時間あって最後に B という時にこの文型を使うので、例えばこれですね、ちょっと見てください。昼ご飯を食べた末に昼寝をしました。これはおかしいですね。だって昼ご飯を食べたって、まあ30分ぐらいで短い動作ですよね。ですからこれ1回だけの動作、ね、こういう時にはこの末にを使うのは変です。こういう時は後でいいですね。昼ご飯を食べた後に昼寝をしました、ね、こういうふうに言えばいいでしょう。はい、それからですね、これじゃあ例文ですね。他にも例文見てみましょう。これはねもちろん正しい使い方です。いろいろ考えた末、大学院に進学することにしました。いろいろ考えたんですね。例えば将来を考えて、自分の将来30歳の時どうする、40歳の時どうするとか、あと経済的に私は今大丈夫かなとか、ね、将来結婚するのはいつ何歳かなとか、いろいろ考えて最後に、大学院に進学することにしました、こう決定したということですね。はい、それからこれは10年にわたる研究の末に開発された新素材だ、ね、今回は研究、これ名詞ですね。ですから研究の末と、ね、末に開発されたと、ね、このようになります。つまり10年間という長い時間研究して最後に開発されましたということですね。はい、で類似表現で挙句という表現も勉強した人もいると思います。これはですね、似てるんですね。同じようになんかいろいろ A があって最後結局 B というね、同じような用法なんですが、この挙句の場合はこの後ろの B の部分、これがマイナスの内容ね、つまりネガティブな内容ですね、悪い内容、良くない内容が入ります。ですから例えばね、結果ね、倒れて入院してしまった、これもちろんマイナスですよね。じゃあこの時は末にを使ってもいいし挙句を使ってもいいです。末にの場合はこの B の部分はプラスマイナスどちらも OK ですね。ですから連日遅くまで働いた末に倒れて入院してしまった、これ OK ですね。はい、そして連日夜遅くまで働いた挙句ね、挙句倒れて入院してしまった、これもいいですね。これ悪い内容ですよね、倒れて入院。じゃあ次はどうですか。この B の部分、彼との結婚を決意しましたね。結婚を決意って悪いことじゃないですよね。はい、ですからこういう時に挙句を使うと変ですね。例えばいろいろ悩んだ末に彼との結婚を決意しました、これいいですね。はい、末はこれプラスの内容もいいですからね。はい、いろいろ悩んだ挙句彼との結婚を決意しました、これはおかしいですね。はい、
ということで、ここのね、B の部分、マイナスの内容だけ入る。これが挙句です。じゃあ、B の部分、プラスもマイナスも両方入る。これは今回の末にの予報ですね。まあ、ただ、末にはちょっと硬いような表現、ちょっとだけね、硬い表現なので、まあ、マイナスの内容だと結構この挙句とかを使うことも多いですね。はい。これも大事な表現なので、ぜひ皆さん覚えてください。大丈夫ですか？例文。これは長年の品種改良の末にできた甘みも香りも絶品のいちごです。警察は玉川容疑者の金銭に困った末の犯行とみています。いろいろ考えた末、彼と正式にお付き合いすることにしました。試行錯誤の末に、ようやく試作品第1号が完成しました。会話。青少年の自殺が増えてきていると聞きました。一体原因は何なんでしょうか？調査によると、健康問題や学業不振、そして人間関係に悩んだ末の自殺が一番多いそうです。そうなんですか。一人で悩まないで誰かに相談してほしいですね。